気持ちいいのですが、そのなぜかお腹が空いてきました。ヤシの実を拾ったのですが、本当に硬くて大きいのですね。石で叩けば割れるでしょうか。えい、キャー、汁が飛んで顔や体に。あの、手もベタベタなので代わりに拭いてもらえますか。このまま二人でいいかも。こんなに気持ちいいなんて。そこもっと、はあ、いい。このまま二人でいいかも。こんなに気持ちいいなんて。なんだか安心します。なんだか安心します。優しいんですね。している方はいらっしゃるのですか。もしいないのでしたら、私を恋人候補の一人にしてもらえませんか。やだ、私何言ってるんでしょう。はしたないですか。自分から恋人にしてほしいなんていう女の子は。でも、これが今の私の素直な気持ち。どう受け止めるかは、あなた次第ですよ。恥ずかしい。優しいんですね。少しだけ甘えてもいいですか。お兄ちゃん、漫画借りていくね。どれにしようかな。あれ、なんだろう、この本表紙と中身が違うみたい。は、何この本。もうお兄ちゃんやらしいんだから。
私のこと好きなの？お兄ちゃん上手。お兄ちゃん上手。なんで私ドキドキしてるのかな。気持ちいいよお兄ちゃん。こんなことしていいの？お兄ちゃんだけだよ。されたら私お兄ちゃんのことってなんでもない。とにかくこれ以上はダメ。もう私のお兄ちゃんなんだからちゃんとかっこいいお兄ちゃんでいてよね。友達に見られちゃったらどうするつもりなの。まあ気持ちよかったのは事実だけど、でもそんなお兄ちゃんもって嘘嘘、今のは嘘だからね。でもまあ気が向いたらまた触らせてあげる。少し強いかもしれません。刺激的な感触です。なんだか不思議な心地がしますね。モンスターを倒したら変な液が出てきて体がベタベタになってしまいました。すみません勇者様、毒だと危険なので拭き取ってもらえますか。なんだか癒されますね。なんだか癒されますね。お上手なんですね。気持ちいい。私の魔法より効くかもしれません。あの勇者様、魔王と戦う前に一つだけ聞いてほしいことがあるのですが、私勇者様が好きです。頼もしいところとかちょっとエッチなところも全部です。だから魔王を倒したら一緒にその暮らしませんか。あ、でも返事は魔王を倒した後で結構です。でないと不吉なことが起こってしまう気がするんです。勇者様、必ず魔王を倒しましょうね。私、全力で支援しますから。